皆さんこんにちは、バンガードチャンネルのナックです。さあ今日のカードはと言いますとこちら、バミュートライアングルグレード1セルフマネージメントララテッセです。さあ効果を見ていきましょう。ディアゴロサークルにいてバンガードをブーストしたバトル終了時、あなたのダメージゾーンに表のカードがないならこのユニットを退却させることでカウンターチャージ1。なるほど、ペンギン兵とかジェミニーとかと似たようなカウンターチャージ系のユニットですね。はい、自分のバンガードをブーストしたバトルの終了時に退却させればカウンターチャージできると。これのいいところはね、自分のダメージが何点以上とかそういう縛りがないので、全部カウントブラストを使ってたらカウンターチャージできるよというところです。カウントブラストはねない時に欲しいんで、ちょうどいいかなと思います。ララテッセを入れてる場合はね、バンガードの後ろのリアガードサークルはララテッセを出すように開けておく、例えばリゼロッテとかで何か出てきた時ね、バンガードの後ろに置くんじゃなくてリアガードの後ろに置いてあげるというような、ことを気をつけてあげればちょっとステップアップかなと思います。はい、ということで、以上今日のカード紹介でした。今日のカードはね、確実にカウンターチャージできる、クランによってはめちゃめちゃ必要なカードでございます。はい、果たして、バミューダトリアングルどれぐらいカウンターチャージ使うのかっていうのは今後のカードをお楽しみにお待ちいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。